お目覚めの時がやってまいりました、デスアーダー様。人間どもをこの世から抹殺する時が来たのです。20年ぶりでございます、デスアーダー様。すべての準備が整っております。どうぞご命令を。まずは手始めに、サウスウッド王国だ。ファイヤーウッド王国。かつてこの国は貿易の中心地として栄え、その町並みは美しく、人は平和な日々を過ごしていた。ああ、今日だな、ティリス様の誕生日は。ああ、賑やかになるぞ。さあ、ティリス、こちらにいらっしゃい。はい、お母様。おめでとう、ティリス。これであなたも一人前ね。ありがとう、諸君。ティリス、いいですか、そこの岩陰にじっとしているのです。
でも、でもお母様が。早く。お母様。神様、どうぞこの子、ティリスをお守りください。お母様。Thank you.
そんな、この私が破れるなんて。ハイネケンまでやられるとは、お前の腕も大したものよな。デスアダー、どこにいる、姿を見せなさい。何、この蛇の群れは。どういうこと、蛇たちが祭壇の方へ集まっていく。まさか。おお、正しく我々に従っていればよいもの。お前がデスアダ。バカなお前にもよくわかるように、わかりやすく教えてやろう。このデスアダーに歯向かうことがどれほど愚かなことか。死ぬのはお前よ、デスアダー。どこまでも愚かなやつ、死ぬがいい。信じられん。このデスアダーが小娘ごときに破れるなどということは。一人じゃないわ。私の持つこの剣にはお前に殺されていた人々の力が込められてるのよ。くだらん、愚か者のたわごとだ。愚か者はあなたの方ね、デスアダー。終わった、やっと。あなた、しっかりしてください。あなた、何が起こったのだ。もう大丈夫、魔人は、デスアダーは死んだのですよ。魔人が死んだ、
信じられん。ほら、あのお方が。ほう、そち、名を何と申す。ティリス、ティリス・ファイアウッド・フレイヤー。デス・アダーに囚われていた国王夫妻は救出されたが、サウスウッドがこの戦いの傷から立ち直るのはまだ先のこととなるだろう。やがて真の平和がサウスウッドに、そして世界に訪れることになるだろう。国王の招きによりティリスは国王夫妻と共にサウスウッドへと向かった。国王夫妻はティリスの身の上を聞き、大層な驚きを示し、彼女にファイアーウッド最高の協力を申し出た。王国の最高に際し、彼女は様々な試練と戦い、そして打ち勝った。人々は彼女を称え、こう呼んだ。ファイアーウッドの構成、ティリス・ファイアーウッド・フレイヤがあるぜ。昔一夜で王国を全滅させたという。本当だろうか。さあな。さあ先を急ごうぜ。うわあ、どうした。なんだ貴様らは。そりゃねえだろ。噂は本当だってことを教えに来たのによ。じゃあお前たちは。どうしたの？もう後がないよ。くそー、これまでか。貴様ら、それぐらいにしておけ。あ、なんでおめえは。そんなことより身の心配をした方が利口だと思うがな。俺たちはかつてファイアーウッド王国を全滅させたデスアダー軍だぜ。かっこつけてっと痛い目見んぞ。デスアダー、そうか。やはり奴はこの国へ来ているのか。何者だ、あの男は。こんなはずじゃ。お前、こんなことしてタダで済むと思ってんのか？俺の名はアックス・バトラー。20年前、お前らに友を、そして母を殺された男だ。20年前、お前、ファイアーウッドの生き残りか？帰ったら伝えろ、デス・アダー。
今度は貴様がくたばる番だとな。Thank you.
私が破れるなんて。ハイネケンまでやられるとは、お前の腕も大したものよな。デスアダー、どこだ、俺と戦え。あ、なんだこの蛇どもは。どういうことだ。みんな祭壇の方へ集まっていく。まさか。正しく我々に従っていればよいものを。貴様か、デスアダーバカなお前にもよくわかるようにわかりやすく教えてやろう。このデスアダーに歯向かうことがどれほど愚かなことか。この日を待ちわびたぞ。クラエッデスアダどこまでも愚かなやつ。死ぬがいい。
このデスアダーが増氷ごときに破れるなどということは、俺一人ではない。俺のこの剣にはお前に殺された人々の魂が込められているのだ。くだらん愚か者のたわごとだ。見苦しいぞデスアダー。魔人の伝説か、あっけないものだな。あなたしっかりしてください。あなた、一体何が起こったのだ。もう大丈夫、魔人はデスアダーは死んだのですよ。魔人が死んだ、信じられん。ほら、あのお方が。おお、そち名を何と申す。アックス・バトラー。デスアダーに囚われていた国王夫妻は救出されたが、サウスウッドがこの戦いの傷から立ち直るのはまだ先のこととなるだろう。やがて真の平和がサウスウッドに、そして世界に訪れることになるだろう。国王に勧められてサウスウッドの将軍となった彼は、デスアダーの残党をことごとく殲滅していった。そしてサウスウッドに平和が訪れたある日、彼の姿は王宮内から消え失せていた。噂によると冒険を求めて大陸へと渡っていったと言われている。この大陸に渡った彼は畏怖と尊敬を一身に集め、やがて王となった。ファイヤーウッドの人々は将軍時代の彼を指しこう呼んだ。ファイヤーウッドの守護神アックス・バトラーと。ファイヤーウッド王国。かつてこの国は貿易の中心地として栄え、その町並みは美しく、人は平和な日々を過ごしていた。今日はティリス姫の誕生日か。時が経つのは早いものだな。ああ、この一年ですっかり大きくなられた。ガイラ、日が消えるぞ。薪はまだ来んのか。
やつのことだ。ノウサギでも追いかけ回して遅くなっとるんだろうよ。薪ならここにあるよ。ほら。どうしたことだ。何者だ。これから死んでいく者に名乗る名はないね。何？どういうことだ。何も知らないようだね。あれをご覧。あれは、はあ、いかん、城が。早く城へ。皆殺しにしろ。体が言うことを聞かん。ガイア、どうした？何者だ貴様は。このデスアダーに歯向かう愚か者めが。デス・アダー。アニシャ、逃げろ。こいつは人間じゃない、魔人だ。バカを言うな。主を置いて。兄弟愛か。それでは弟が目の前で殺されるのはさぞ辛かろうな。やめろ。殺すならわしをやってくれ。そうはいかんな。アニシャ、あとを頼む。ガイラ。ガイラ。ガイラよ。見ててくれ。今度こそ、主の仇を取ってやる。
Yeah.
ハイネケンまでやられるとは、お前の腕も大したものよな。デスアダ、お前じゃな。どこにおる、姿を見せんか。おお、なんじゃこの蛇の群れは。祭壇に向かって集まっていくようじゃが、まさか。おお、これは。おとなしく我々に従っていればよいもの。現れおったな、真面目。ではその身をもって知るがいい。このデスアダーに歯向かうことがどれほど愚かなことかを。弟の仇じゃ。死ね、デスアダー。どこまでも幸せなやつ。死ぬがいい。バカな、信じられん。このデスアダーが増票ごときに敗れるなどということは、人主との戦いは戦う前からすでに勝負は決まっていたんじゃ。背負っているもののないお主が勝てる道理はなかろうよ。くだらん愚か者のたわごとだ。
愚か者は主の方よ、デスアダ。外来を、お前との約束、確かに果たしたぞ。あなた、しっかりしてください、あなた。一体、何が起こったのだ。もう大丈夫。魔人は、デスアダーは死んだのですよ。魔人が死んだ？信じられん。ほら、あのお方が。おお、そち、名を何と申す。わしか。わしの名は、ギリアス・サンダーヘッドじゃ。デスアダーに囚われていた国王夫妻は救出されたが、サウスウッドがこの戦いの傷から立ち直るのはまだ先のこととなるだろう。やがて真の平和がサウスウッドに、そして世界に訪れることになるだろう。サンダーヘッドは国王の招きにより王国の装飾師となった。彼の作った作品は他のどの作品よりも素晴らしいものばかりだった。2年が過ぎる頃、彼は国王に暇を告げると、弟の供養をするためにファイアーウッドの地へと帰っていった。その後、ファイアーウッドの姫と共に王国の復興に力を尽くし、国の大老となる。国の人々は彼を親しみを込めてこう呼んだ。法の裁判官、ギリアス・サンダーヘッドと。